こんにちは。キャメロットヒルズコンシェルジュの石田千尋です。フラワーデコレーターの伏見です。よろしくお願いします。今日はフラワーデコレーター編でございます。イエーイ。今日は何の紹介をしていただけるんでしょうか。はい、今日はこちらのバスケットブーケの紹介になります。かわいい。かわいいですね。お願いします。はい。キャメロットヒルズではこういったあのブーケブートニアはフラワーデコレーターの打ち合わせをしてから決めていくんですけれども、はい、その時どんな感じで決めていくんでしょうか、ね、はい、まずご神父様が試着なさったドレスを一緒に拝見しながら、はい、形だったり素材、お色味に合わせてこちらで提案させていただいております。あとはご神父様のお好きなお花だったりテイストをお伺いしながら楽しくお打ち合わせをしています。ありがとうございます、はい、ぜひなんかね、こういうの使いたいとかあればご要望を伺いです、はい、ではと思いますので、よろしくお願いします、はい、今日もバスケットブーケはどんなところがポイントなんでしょうか。はい、はい、お名前の通りこちらのバスケットにアレンジしているようなブーケなんですが、それこそお花をそのまま束ねてちょっとバスケットに入れたようなナチュラルな仕上がりのブーケになっております。はい、今回はドライフラワーだったりプリザーブドフラワーを使って、はい、そのまま取っておけるようなブーケなんですけれども、うんうん、実際に生花を使ってちょっとフレッシュな感じでそれこそ小花系とかで作ると本当ガーデンにもぴったりなデザインになると思います。ぴったりですね。はい、本当に積み立てのお花入れましたみたいな感じになります ね。はい、あとまあこういうドライフラワーとかも最近ご要望増えてきてるので。そうですね、ね、はい、そうですね、キャメロットヒルズにも。そうですね、はい、アンティークな感じとかくすみカラーのドレスも最近、うんうん、着るご神父様多いですので、はい、はい、やっぱそのドライフラワーのちょっと落ち着いたアンティークな風合いっていうのはとても合うかと思います。うん、はい、ね、すごい素敵ですね。はい、ラベンダーの香りもすごい。そうですね、ドライでもラベンダーはいい香りがするので、うん、はい、お好きなお花も入れていただければと思います。はい、フラワーデコレーターのインスタグラムでこういったブーケだったりとか、うん、季節のお花ご案内してますので、そちらもチェックしてみてください。チェックしてください。はい、そしてあとは今日はね、こちらのブーケディスクターが他の形のブーケも紹介してますので、はい、ぜひそちらの動画もご覧いただければと思います。お願いします。そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。